ノーミ・ラッパスはスウェーデンの女優。イェブレボリ県フーディクスバル出身。父親はスペイン人のオーラン。フォトグラファーの妹が一人いる。幼少期はストックホルム県や南アイスランド地方で過ごす。父親はロマ文化に興味を持ち、定かではないがロマのルーツからかもしれないとラッパスが語った。2006年に亡くなり、生前会うことが少なかったという。 実母、妹、ケイフと5歳から、南アイスランドのフルジールで過ごし、15歳の時へを、出て、ストックホルムシアタースクールに通う。母国語のスウェーデン語、英語に加え、アイスランド語、ノルウェー語、デンマーク語を話す。7歳の時、アイスランド映画、アイ、スクがハーフフェンゼンス影のカラスの意に、セリフのない小さい役で出演。これが演技への情熱の始まりであった。 1996年にテレビシリーズトレ・クローナーでデビュー。2007年公開のデイジー・ダイヤモンドで注目を集める。2009年公開のミレニアム・ドラゴン・タトゥーの女ではヒロインのリスベット・サランデルを演じ世界的に注目を集める女優の一人となる。2010年フランスのサイコスリラー・ラブ・犯ンザイの英語リメイクでレイチェル・マクアダムズと共演。 2011年公開のシャーロック・ホームズ・シャドウゲームでハリウッド作品に初出演する。リドリー・スコット監督の SF 映画エイリアンの前日誕のプロメテウスの主役に抜擢され、2012年に公開された。2013年ミレニアムの一作目を作った監督のハリウッドデビュー作デッドマンダウンに出演。シリアスサスペンス系アクションものを多くこなす。 2020年9月より順次公開のザ・シークレッツ・ウィー・キープスでは、東京の俳優ヨエル・キナマンと主演する。2001年にスウェーデン人俳優のオーラ・ノレルと結婚する。結婚後の生として、夫側のノレルではなく、フランス語とイタリア語で、猛金ラプターを意味するラパスを二人で選択し、夫はオーラ・ラパスとして活動するようになり、2003年に二人の間には、 息子レフが誕生した。ミレニアムによる脳みの遅咲きの成功が、よくある話ではあるが二人の間の圧力となり2010年に離婚申請、2011年に離婚が成立した。ミレニアムストジャーナン脳ミラポースハーアンサークト、オムスキールスマッサ FRN マケン、オーララポース。ローテンボロードット、セ、2011年3月15日閲覧。ディウ。 ニーシャ・リリア、ノーミラ・ポース、I want to fight like the guys.The Daily Telegraph,httpww.telegraph,co,uk, culture, 894万1105、ノーミラ・ポース、I want to fight like the guys.html2013 年10月2日閲覧。シャーロック・ホームズ・シャドウ・ゲーム。吹き替える大作戦。2021年7月10日閲覧。 プロメテウスザシネマ新六番。吹き替える大作戦2021年7月10日閲覧。セブンシスターズ吹き替える大作戦2021年7月10日閲覧。ありがとうございます